はい、始まりました。マッチチャンネル。ちょっと今ね、緊急で動画撮っているんですけども、そうですね、昨日のタタデミの動画に関しての説明をしないといけないかなと思ってしています。はい。で、昨日ね、はい、タタデミの方見てない方もいると思うんですが、タタデミの方では、まあ、大学別対策の、動画が上がりました。大阪公立大学の、その、公募、後期でしたかね、のものが上がったと思うんですね。その、現代文と英語が上がったと思うんですが、まあ、なんで急に上がったんだっていうね、ことがあったと思って、新しい先生がなんか追加されたんですかみたいなね、声もあったんですけども、まあそうではなくて、あれはもともと前の運営会社が、まあ契約上を出さなきゃいけなかった動画です。はい。なんでそれを出したということになります。で、まあ大学側からすればもうとっても遅すぎるわけです。とっても遅すぎるって変ですけど、まあ遅すぎなわけですよ。晴れて当然、その入試にね、こう応募するきっかけになるべき動画じゃないですか。ね、それを出してもらって、で、それを見た人が、あ、ここの大学受けてみようかなっていう風になるためのものなのに、もう特に志願期間も終わっている中で、つまりまあ契約不履行ですよ。前の運営会社は契約をちゃんと果たさなかったっていうことになりますね。だから出ない状況、ずっと動画がストップしてる状況だったということですね。でもまあとても優しくて、その過ぎているのにね、その募集期間過ぎているのに、まあそれでもこれで OK してくれたというね。まあもう試験がもうすぐ直前ですから、まあ、直前で、まあ募集には間に合わなかったけれども、まあ実際に受ける人ですよね。その試験を受ける人が、まああの動画を見て対策になればいいかなというですね。はい、もう試験ほんと直前で、そういう状況で、はい、あの動画をね、見てくれる方がいればいいということで、それで OK をしてくれたというものすごくありがたいことなんですよ。なんでちょっとね、なんだよいきなり知らない先生出てきてと思った方もいるかもしれないんですけど、いや、もうとてつもなく、優しい、はい、ことだったんですね。はい、非常にもう感謝感激という状況だっていうのをまずは知っておいてもらえればなと思います。で、そういう状況なんだけど、なんでね、今、そんな運営会社変わったの出さなきゃいけないんだって思われる方もいるかもしれないんですけども、契約上ですね、まあ考えてもらえればわかると思うんですけど、その会社のね、業務を受け継いだ、まあある意味会社をね、受け取ったようなものですから、受け取るものっていうのは、いいものだけを受け取ればいいってわけではありません。なんかプラスとなるものね、自分たちにプラスとなる動画だけ受け取って、チャンネルだけ受け取って、他のものはどうでもいいというわけではありません。まあ、負の遺産といったら、方に語弊があるかもしれないですが、そういったものも受け取らなければいけません。だから実際にその例えばプレミアムの、このテキストですね、何万冊とあるやつですよ。それも受け継がなきゃいけないわけです。で、それを実際ね、今ね、保管してあって、そこがものすごいことなんですよ。はい。だ毎月すごいお金が、で、その倉庫代ですよ。倉庫代だけが出費されていくということで、まあその倉庫にね、取材とかさ、その倉庫で動画撮れたりとかしたら、まあね、いいかなと思ってたんだけど、まあセキュリティ上、その倉庫の撮影とかも一切禁止らしいので、なんでそういったこともできない。ただただそこに保管されてて、ただただお金が発生していくっていう状況なんですよ。といった形で、よろしくないことも、受け継がなきゃいけないですし、そして前のその会社が契約していたものを勝手に変えるなんてこともできないわけですね。例えばたくさん動画があって、それはねスポンサーさんがね出してくれたもので、日本の教育のことを考えてね、日本の教育をより良いものとしたい、このコロナ禍でしたから、まあコロナ禍の段階で教育を止めないようにっていう、そういった計らいからたくさんの動画がね作られたんで、でそれを、うん、やっぱり良くないよねこの動画って言って勝手に僕らがね下げてしまうなんてこともできないわけですよね。ちゃんと契約があるわけですから、その契約を守らないっていうのはね、それはよろしくないわけというか、契約をもし破ってしまうんだったら、当然その賠償金だったりとかね、そういうものが発生してしまうわけですね、今の会社に。だからその勝手にこれはこうで、これはこうでとかっていう風にすることできないんですね。なんでその辺のことをまあ分かっていただければいいんじゃないかなと思います。だから動画に関してもまあもしかしたらね変えるものが出てくるかもしれません、今まであったやつで。だからそれは個別に多分相談しなきゃいけなくなると思うんですよ。といった形で、はい、いいものだけね、受け継いで、それいいものだけ受け継げば、動画のね、広告収入が毎月ただただ入っていくだけで、プラスだっていう風に、まあなると思うんですけど、それだけではなくて、きちんとね、残っている、その参考書の山ですよ。はい、もうすごい状況。参考書というか、まあテキストですね。はい、そちらも、ちゃんと皆さん、まあ、の手元に届くようにとか、何かしら考えないといけないです。だ実際、ぶっちゃけね、テキストだって全部捨てちゃえばいいわけです。それが一番安く済む。でもさ、せっかく作ったものだからね、それ
を皆様にやっぱり届けたいじゃないですか。届けたい。でも届けるためにはそのね、例えばプレミアムの動画が今ない。出ていない。出ていないのに、そのテキストだけ届いてもしょうがないじゃないですか。だからその辺のこともいろいろと、やっていかなきゃいけないわけですよ。それでね、その例えばプレミアムの動画をこう公開しても OK ですよっていう人もいれば、ダメですよっていう人もいるかもしれないわけじゃないですか。だからそんなにね、すんなり進むものじゃないんですよ。で、それでまた、どんどん時間だけ経っていくわけじゃないですか。ね、そうすると、倉庫代がどんどんかかっていくと。毎月毎月、たくさんのお金を払わなきゃいけなくなるという感じで。まあ、そう簡単にいかないわけなんですね。はい。こうしたいからっていうね、動画をこう上げたいんでとか、こういう動画を上げないでいきたいですとかっていうのもできるわけではないので、はい。なので、いきなりでびっくりした方もいらっしゃるかもしれないですけど、全然大学さんに罪があるわけでもないですし、その運営会社にね、今の運営会社に罪があるわけでもないですし、その出てくれてね、解説してくれた先生に罪があるわけでもありません。前の運営会社が契約を果たさなかっただけですので、それを大学は非常に優しく OK してくれたという、すごいありがたいですよ。僕はだって、クライアント動画を出すように頼んだ側からすれば、もうそんな賠償請求だってなるところですよ。それをね、しないでいただいて、なんとありがたいっていう感じですよ。さらにまあ先生とかね、まあ佐藤先生、現代文の先生なんてね、もう今年2回ぐらい、高校派遣の授業でお会いした方ですけども、わざわざ撮ってくれたのにね、動画が出てないっていう状況だったわけですからね。そりゃあね、先生側からしてもせっかく撮ったのに出ないんですかじゃないですか。だからまあ出てくれて、それはまあ良かったんじゃないかなと思いますんで。なんでね、こういった形で、まだまだまあやらなきゃいけないことがたくさんあるというか、未解決の問題がたくさんあるので、そちらをね、なんとか解決していきながら、はい、動画はね、上げていく所存でございます。所存でございますって合ってるかな、使い方。なんで、はい、ぜひともこういうことで知っておいてもらえれば、まあいいかなと思います。やっぱなんか、何知らない先生出てきたんだけど、なんかよくわかんない動画出てきたんだけどって、やっぱ日本はやっぱチャンネル解除、登録解除がすごい多い国なので、あっという間に解除されちゃうんですよ。登録されにくく解除されやすいっていう傾向があるので、ぜひともね、はい、そう、って思わずにですね、ただ呼びの方よろしくお願いいたします。なんとか、はい、テキストに関してもね、皆様の手に届くように頑張っていかなきゃいけないんですけど、ただまあ大変なんですよ。送料がかかりますしね、物理的なものなので保管だったり送料だったり、いやー大変だなっていうのはね、もう日々感じておりますので、はい、それをやってくださっているもう現運営会社にはもう感謝しかないです。本当にもうありがたい限りでございます。だから皆様がプラスになるように、はい、やっていきますのでよろしくお願いします。そしてまあ西先生のね、動画も出ておりますので、今もう僕は絶賛チェック中ですんで、はい、毎日のように西先生の動画見て編集のミスがないかとかね、テロップのミスがないかとかっていうのをやっておりますので、まあ、ちょっと動画上げないですかって言われるんですが、ちょっとまあ今ユーテラのね方の動画もありますし、それのチェックもしなきゃいけないですから、この週にこの3つのね動画を上げなきゃいけないので、それのチェックが、結構ありますんで、なかなかまあ自分で新たに撮影するっていうのは時間が今ない状況なんですが、まあまあいずれ出ていくとは思いますので、まあそちらも楽しみにしていただければなと思います。なのでぜひともね、例えばの方またチャンネル登録お願いします。あと解除しちゃった方ですね、昨日、もしこれを見ていたら、はい、戻っていただければありがたいかなと思いますね。西先生出てるわけですからね、基本はここらの授業と新たにねロジカルリーディングっていうのを出てますから、もう本当にね投資の講座いらないっていうですねぐらいまでにしていきますので、どんどんレベルのね高いものにこうね移っていってあげてくれるということですので、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、またまあいろいろねまだ決まらない点とか、はたくさんあるんですけども、はい、そちら頑張ってやっていきますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、ただいまの方ぜひ行って見てみてください。